はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、ちょっとね、札幌賞の対策を早めにアップするんですけど、まあ、これにはちょっと訳がありまして。えー、訳があるんですけど、ちょっとその前に大加賞の話なんですけどね、ソダ氏が一着ということで、まあ、僕の馬券はね、えー、桜が散るように散っていたわけなんですが、まあ、うん、やっぱソダ氏強かったですね。はい、えー、二番人気のことに逆に驚きました。うん、人気被るんだろうなと思ってたんですけどね、でも、まあ、あの、前日にちょっとツイッターでつぶやいたんですけど、まあ、 そうですね特に昨年ね一番人気がずっと勝ってて今年一番人気がバーって負けて心理的な部分ですよね多分ルメールにすがった人が多かったかなというような感じはしましたねまさか2番人気3.6倍っていうのはちょっと僕は思ってなかったですし、うん、で僕のねこの LTP 指数も1位、ね、アームズ指数1位アームズ指数2位1位 t u s 1位ということでねこれで番人あ2番人気だったらね ここに単勝ドンっていう改目もありだったよなというふうに、まあ、今だからちょっと後悔。えー、後悔は結果には後悔してないんですけど、うん、もっとやり方あったなっていうふうに思いましたかね。はい、で、1、えー、着でね、うんまあ、とんでもないタイムでレコード勝ちして、本当にニューヒロイン誕生。もう今の JRA からしたら一番勝ってほしい馬だったと思うんですよね。うん、あの馬娘の、ね、あれもありますからね、はいで。去年あんな感じでしたから。うん という中で、最下位になったメイケールもね、これもまた裏,裏 MVP だろうと、裏ニューヒロインだなと思いましたやっぱり、えー、やっぱりの競馬をしてしまいましたけどね、で横山騎手もまあ競馬以前の問題って言ってましたが、3番人気に押されてね、えー、最下位ということで、まあ、本来だったら批判されるんでしょうけど、なかなか批判はね、あのー、もう馬券買う人はね、この可能性もみんな考えて買ってるはずなんで、うん。 まさかこれまでのレース見てない人でね、買う人もいないと思うんで、そうですね、まああいう競馬で負けてしまったっていうのは、もちろんね、あの馬券買ってる人にとっては非常に残念な結果ではあったとは思うんですが。 まああのー、想定の範囲内だろうと思いますし、うん、なんかこれもまたね、あのー、個性を持ったキャラが生まれたなと、やは1着とね再会がすごく、あのー、ニューヒロイン誕生したなという感じですね、まあ、メイケールにあの腹立っているあの、ソングライン買ってた人はね、メイケールに腹立って当然だと思います、<laughs> はい。あのー コメント出してましたけど、まあ、あれじゃあもうどうしようもないですからね。ダメケールに被害を受けたっていうところで言ったら、ソングラインのを買ってた人だけはね、怒っていいんじゃないのかなと、はい、思います。あで今回ね、ちょっとサス賞をね、えー、巻き返したいなっていうところもあったりするんですけど、あの、いつものね、あの、対策動画っていうか、予想動画に含めた対策動画みたいなやつはちょっと違う感じでいきたいと思います。っていうのは、サスキ賞に関してはね、すごくあの、 ミドルナラバ建築と競馬ブ,ブックレーティングがすごくね、あの引っかかるところがありまして、はい、特徴があるんですよ。なので、えー、いつもはね、過去10年とかってやらないですけど、今回はね、あのちょっとお届けしたいなと、はい、思います。で、まあ、その前にちょっとね、LTP 指数の方ももう出しとこうということで、はい、出しました。これ、あの、週末、開催前日にね、ブログレッドラインラボ、概要欄にありますが、そこを見ていただければ、はい、あの無料掲載している指数なんですけど、 1>, 1位がね、遅族レースだったんですよね。ただまああの、回避が決まっているということになりますので、まあ、1位がレッドベルオーブから始まるという感じですね。エフフォー、まあ、リア、期、ま、待、あの申請、人気するでしょうけど、も、この先もちょっとね、話題には出ますが。えー、で、ステラベローチェがいてっていう感じですね。はい、これがコンソーの,の、うん、指数になります。 コバ戦とかね、あのキャリアが多い馬が揃っている重賞だとね、これすごく楽しみだっている人がいるんですけど、まあ、ちょっとクラシックはね、こんな感じになっちゃいますが、あの同コース、はいえー、中山の芝の2000メートルで過去に走った馬がその後に出している指数の最大値ですね、これだとダノン・ザ・キットが1位となりますね。うん。で、まあ、えー、ヨーレイクがいたり、タイトルホルダーがいたりというような感じになっています。 で指数の最後ですね、これは、えー、と過去にね、それぞれの馬が出した最大値の順番になります。ここもダノンザキッドが1位になるという感じですね。まあ、大体上位になっている馬はさっきと変わりませんけど、うんまあ、こんな感じの指数になっているんですけど、今回ね、まあ、これからのこの次の画面から特集みたいなことをやっていくんですけど、でも今年の皐月賞どうなんですかね。 なんかローテとかもなんかあんま関係ないような気がしますしね、ここ2年がまあホープフルから来た直行とかね、そういう感じで流れが変わっている中なんで、どうかなとは思うんですけどもあの、うん、これまでの、ねえー、過去の結果と、そんなのを振り返りながらあのお届けしたいなという話がありますので、ぜひね、ゆっくり見ていってくださいね。 はい、えー、まずはですね、卒まあこの10年、まあ、あの下に書いてありますけどね、いつもはまああのやんないですけど、はい、今回は必要なので、やるということになりますが、えーっとまあ、共同通信杯からの組が4勝、スプリングステークス3勝、ホープフルステークスが2勝、ここ最近、ポンポンですね、毎、ま、日、あ、杯1勝、や生1勝が0勝だけは2着が多いですよっていう感じなんですけど、ここにね、結構、あのミルドラバ剣術を加えるとねあの、特徴がすごく出てるんですね。 でまあ、その前にね、一つあの書いておくんですけど、あの基本的に皐月賞って、まあ、どれだけ振り返っても前走1着が圧倒して2着が次3着以下からの巻き返しでかなり少ないです。まあ、それはちょっとねあの、ほとんどの場面で一旦置いていこうかなと思います。まあ、うんそうですね、皐月賞前に出てくる馬なので、あの全ての馬がまあ僕はエリートだと思っています。はい、逆になんでこんなに前走一番あの1着だった馬ばっかり勝てるのかなっていう、あのー、分かんないですよ。うん なんでだろうななんで逆転がもっとできないんだろうなって。もっと素質がある馬たち、なんかね、えー、まだまだ伸びしろがあるような馬たちがいるはずなのになって、毎年思って見てるんですけど、まあ、あの、そういう馬たちなんで、全て僕は当然リスペクトしているという感じですね。前走着順大きな偏りっていうのは当然あるんですけど、うん。これ、あの、今後ババババ,バッと覆っていってもおかしくないので、基本的に、あの、そこはあまりフィルターとしてはかけずに、はい、話題には出しますけど、フィルターにはかけずに話を進めていきたいなと思っております。 行き過ぎするの忘れてね、今呼吸困難になりましたけど、はいえー、前奏共同通信配組の,の R レベル、はいあの、ミリオンダラバケン術という本をね、あの初見の方は僕あの、3冊ほど出させていただいております。はい、競馬最強の法則にね、えー、2011年かな、に掲載されたところから始まって、まあ、シリーズ3作出ているんですけど、 まあこの R レベルっていうのはあのメンバーのレベルですね、はい。レースの終わった後のレベルじゃなくてメンバーのレベルっていうものを採用しているロジックなんで、まあ、気になる方はね本見てもらえれば嬉しいなと思いますが、うん。共、え、同、ー、通信杯ね、えー。こう見るとわかる通り、R レベル普通以上じゃないとね、馬券内に来てないんですよね、皐月賞で。はい。これ結構でかいなと思います。 そう。で、過去の例で言うとね、例えばゴールドシップ、イスラボニーダ、ドラメンテデ,ディー・マジェスティは、えー、共同通信杯でね、あるレベル普通以上で走っていると。で、えー、3着になっているダノン・キングリーダ、ダノン・バーラードもそうですし、全11頭を該当してるんですけど、過去10年で。4着1頭、5着2頭、6着1頭で、まあ、17着の馬が1頭いるんですけど、ほとんど上位に来ているということになっています。 で前走スプリングステークス組、これもですね、まあ、前奏低マイナスで星、まあ、一番低いところからもバケ内は来てるんですけど、テープラスがねこの通り16といてバケ内がなしと、で普通以上で、えーまあ、2勝2着1回、3着2回と2等というような、えー、結果になっています。そうですねだから、えーとまあ、オルフェーブルであったり、ロゴタイプであったりとか、はい、で2着リアルスティール、で3着だったのは北サブラックとかディープブリランテとか、そういうところが該当していますよと。 いうことになりますで前奏毎日ハイ組これ少ないんですけどこれすごく特徴的ですよね前奏候補、C、のとこだけ一勝してるんですよでこれが唯一の候補、C、組から来て勝ってるのがアルワインなんですよね、はい、なので結構あるレベル、ね、あの重要だなっていうのはここでも分かると思いますで、えー、まあ弥生小組もね体、はい、のとこで化けになってますけどやっぱに、あのー、普通以上の,のところで2着4回4頭 三着一頭とということでね結構馬券になっている率が高いということになります。でも弥生賞に関してはねこうやってあのちょっと振り返ってみると、まあ、該当馬がいる時はもう大体馬券内に来ていると、はい、普通以上の弥生省を走ってきていれば大体馬券内にね来ているということも結構一つの特徴かなと思います。 でまあ、これだけ、ね、紹介したんですけど、結局、前走 R レベル普通以上組っていうのが、ね、勝利していることが圧倒的に多いんですけど、今年該当してる今出したレースの中で、該当しているのが共同通信杯だけなんですよね。なので、F、エフフォーリアとステラベローチェしかあ該当していないことになるんですよ、でまあ、のセオリー通りり、ね、フィルターじゃないですけど、あのまあ前走1、2着を満たしているのであれば、もうエフフォーリアのみしか、今年の皐月賞、該当していないと。 いうことになるのでここ買えばいいんじゃねえのかなっていうふうに僕も思ってはいるんですけどこれがまたねだがしかし皐月賞には重要なファクターがまだ存在しているということでここからちょっとそのねあの内容をご紹介したいと思います。まあ、おそらく他のところであの同じ話は出ていないと思うんですけど皐月賞がデビューから5 0名以降になる馬っていうところ、はい、で競馬ブックレーティングがデビューから上昇し続けている馬。 というところに、ね、注目しましまたでこれ2008年以降の集計です、はい、10年以上取りましたと、えー、いうのはですね、あのー、結構どんだけ振り返ってもこの傾向が強いからなんですけど皐月賞これに該当している馬が、ね、9勝2着10頭3着6頭もいるんですよ、うん、で5戦目以降で非該当で勝利した馬これがアルワインとオルフェーブルの2頭しかいないんですね じゃあ、皐月賞のね、ちょっと勝ち馬の分類してみようというとこで、皐月賞がデビュー4戦目だった場合、まあ、これがコントレールとサートルナーリアなんですよ。だからそのな、冒頭にも言ったと思うんですけど、ちょっと流れが変わってきているので、どうかなとは思うんですけど、まあ、こういうことがね、起きてきていると、まあ、ホープフルからポンと来てみたいな。うん。 で、皐月賞はデビュー5000名以降でレーティングが上昇し続けていた馬、競馬ブックのレーティングです、はい、上昇し続けていた馬、これで勝っている馬がエポカドーロ、ディー・マジェスティ、ドラメンテ、イスラボニータ、ゴールドシップ、キャプテン・トゥーレ、ビクト・アル・ピサ、アン・ライバルド、ロゴタイプと、こんだけいるんですよね。で先ほど言ったみたいに、デビューが5000名以降で、えーまあ、レーティング現象があった馬、アル・ワイン、オル・フェーブル、2頭のみということで、かなりね、あのー、もう偏っているのはもう一目瞭然だと。 思いますでます、あ、でそんなレーティングが伸びている馬をねアゲアゲホースと今、えー、名前を付けて書いてますが前走を見るとね前走1着だった馬がまあ6勝してますよと2着だった馬が2勝3着だった馬2着1回で4着だった馬もね該当数少ないんですけど1勝2着2回あるんですよね。でこっからの巻き返しって十分にあるんだなというところですし。うん まああの前走順当に勝ってきている馬っていうのがやっぱりあのでレーティングもどんどん上げてきている馬キャリアもあってってことですよね、うん、うん、というところがあの一番本来はえ勝っている、うん、狙い目になるということはまああの過去の結果ではえ言えるんじゃないのかなと思います。 でまあ、該当した勝マの人気と配当を、ね、過去を振り返ってみると、じゃあエポカドール7番人気で14.5倍、結構ついてますよね。ディー・マジェスティ8番人気で30.9倍、うん、いい配当です。でまあ、ドラメンテ3番人気4.6倍、イスラボニータ2番人気5.1倍、ロゴタイプ1番人気3.7倍、ゴールドシップ4番人気7.1倍、ビ,レビクトールピサ1番人気2.3倍。 アンライバルド3番人気6.1倍、キャプテントイレ7番人気17.1倍ということで、該、ま、当、あ、してたらね、これも中中華ぐらいまでは堂々と狙える、まあ、中華ぐらいで書いてありますけど、人気がなくても、いや、なければないほど、まあ、堂々と毎年狙い続けるべきなんじゃないのかなと、その今年の殺技賞を当てたい当てたくない以前の問題で、殺技賞っていうものをこれから、じゃあ人生の中で、そうですね、僕今41なんで、あ,あと40回は買いたいかな、<laughs> 40回は買いたいかなって思っている中で、うん。 まあトータル40倍当たるかどうかっていうところで考えたら人気ない方を狙っていきたいなっていうふうには僕は単純にねあの思いましたね。で、もう一個ちょっとね付け加えましょうということで、えー、前走の相手の成績、まあ、これ僕の動画ではまあよく出てくる話ではあるんですけど前走の相手が次走3着内に何頭来ているかっていうところですね。うん。で、えー、6頭来ている場合、まあ、1頭だけ該当して3着1回、まあ、5頭、五頭、 3着以上ね次のレースになっている馬がいるレースを走ってきた馬2頭いて1勝と、まあ、こんなな感じで見るとそうですねまあ該当数が少なくて勝ち馬が出ているっていうところでいったらうん2頭か3頭取るかまあ、4以上取るかっていうことになってくるんですけどまあ、こんな感じでやっぱ前走を。 任した相手がね実を活躍してるかどうかっていうところは結構、えー、生きてきているなあっていうふうには、えー、思いますね。ただまあゼロでもね二勝二着6等もいますけど、まあレースの間隔が近い、うん、薩付き賞と近いレースを走っているところだったらまあ、実,実をね全然走っていなかったりするので、そういうレースそういう、えー、そういう期間のねレースが、えー、この大体ゼロにね該当されていると思っていただければ、えー、問題ないかなと思います。 でまあ、今回ね、皐月賞が5000名以降になって、レーティングが上昇,上昇し続けている、上昇って言いづらいですね、上昇し続けている馬、はい、に該当しているのが、まあ、このメンバーになりますね、アサマのイタズラ、アドマイヤ、ハダル、シュバリエローズ、セラベローチェ、タイトルホルダー、ダノンザ・キッド、ディープモンスター、ヨーホーレイク、ラーゴム、レッドベルオーブと、はい、なるんですけど、まあ、いっぱいいますけどね、はい、なので、ここから、ね、別の条件もちょっとね、付加していこうかなと思います。 はい、で別の条件というのが、えー、もちろん先ほど紹介したものになるんですけど、前走の相手の時走3着以上数ですね。で、これまた難しいのが、朝日杯のね、レッドベルオーブに関しては、もうレースから、えー、っと1、2、3、4ヶ月経っているので、時走走っているものは当然多いですし、まあ、それなりのメンバーがね、揃っていますから、うん。ということもあるんですけど、まあ、6頭、はいえー、時走3着以内には来ているということになります。まあ、レッドベルオーブ、正直、あのー、LTP 指数も高いですから、僕は買いたいんですよ。 うん、週末に予想アップしますけど本命にしてくる可能性も結構あるかなっていうところですが、まあ、この期間でねあのちょっと前走に関しては福永騎手が自分のミスも認めていたりとか、まあ、馬の、ね、気象がまだあの若いこともあったりしますけどこの期間でね、えー、変わってこればうん。 もっともっとしっかり折り合えるようになってっていうふうに来ればね、マイルしか走ってませんけど、2000も十分こなせるかなと思ってたりするんですけど、で、木更木賞、はい、これは次走ね、3着内が、えー、0頭でしたね、ヨー,ホーレイクラーゴムで、共同通信杯はステラベルローチェ、えーまあ、次走2頭、えー、バケナイ来てます、リープモンスター、スミレステークスも同じですね、はい、2頭ばっかりです、弥生賞もそうでした、で、若葉ステークスとスプリングステークスはゼロなんですけど、スプリングステークスはやっぱりね、あの佐々木賞に来る馬が基本多かったりとか、うん。 しますし、まあ、期間がね、皐、え、月、ー、商売の期間が非常に短いので、まあ、ここはゼロ等でも、基本的にはまああのそんなに問題はないかなと、まあ、そんなにマイナスにはならないゼロ等だなという感じです。でもう一個ね、最後に付け加えたいのが、このレーティング上昇している馬、上げ上げホースですけど、前走からレーティングがどれだけ増加しているかっていう部分、ここもね、結構あの特徴がありました、2.0以上増加している馬の成績がこちらですね、64おいて663。 1.9以下、これが343、52頭ですね、母数が。なので、12頭違いますが、2.0以上の方がやっぱ狙い目なのかなっていうふうに思います。で、レーティングに関してはですね、あのー、強い相手を倒した方が、たくさんレーティングが高い馬のを倒した方が、ちょっとバカみたいな説明にな,なっちゃってますけど、高いね、強い相手を倒した方が、オイラも強くなるぞっていう、まあ,あ、ドラゴンボール的な感じなんですよ。うん。 であの別に僕競馬ブックスさんと直接の取引をしてるわけじゃないですけどミリオンドラバー剣術っていうのはレーティングを使っているものなんですが、えー、R レベルが高い、えー、レーティングの平均値が高いそういうレースを勝った馬ってレーティングの伸びが高いんですよでもちろん、えーまあ、詳しく言うとクラス別にちょっと天井みたいなものがレーティングってあるのである一定まで高い馬が勝ってもレーティング一気に伸びたりとかしないむしろ下がることがあったりするっていうこともあるんですねうん。 なんですけど基本的には相手が揃っているレースを倒した方が、倒したり経験したり、まあ、上位に来た方がレーティング伸びやすいんですよ。だからそういうことを考えると、やっぱりさっき、えー、前奏の R レベルっていうものをね、えーがえー、高い方が皐月賞で構想していますよっていうご紹介をしたんですけど、うん、それと結局あの、意味的には同じですよね。はい、前走 レベルが高い、揃っているところを買っているから数値が上がりやすいとで。数値が上がりやすいから数値が高く上がっている馬ほど成績がいいというふうにつながっているんじゃないのかなということで、まあ、これは理にかなっているなと思うんですよね。はい、なので、まあ、この2.0以上をちょっと注目したいなということになります。で、えーとまあ、この画面ですね。はいえーとまあ、該当している馬。で前者の相手数2.0以上増加、まあ、どこが該当しているかというところですね。 なんで、まあ、朝間のいたずらに関しては、ゼロ、クエスチョンマーク、先ほど説明しましたけど、で、2 0以は増加、該当していると。で、アドマイハダルとかは該当しているけど、まあ、前奏の相手数は該当してませんよというところで、該当しているところに行っていくと、タイトルホルダーであったりとか、えー、っと、ディープモンスター。 で、レッドベルオーブですね。はい。でレッドルベル、えー、レッドベルオーブに関してはですね、やっぱり特殊なんですけど、うん僕はちょっと惹かれてますね。タイトルホルダールだとレッドベルオーブが本命になってくる確率は高いかなと思うんですよ。で、レッドベルオーブの、まあ、レーティングですね。あの、全数要は、あのー、朝日杯、はい と話なんんでですすけけど休み明だ数値下がりがりよでレッドベルオーブに関しては、まああのまあ、競馬ブック、まあ、画面に出さないからいいか、えー、60.3っていう風になってますね、週刊競馬ブックの方では。はいえー、今確認しました、60.3なんですよ。で、えー、過去にね、朝日杯で3着になった馬の、まあ、次走のね、レーティング見ると、えー、同じ数値のね、60.3がレオアクティブだったりとか、えー、シャドウアプローチかな。 あたりなんですよで一番高いのがタワー・オブ・ロンドンの61.2かなになるんですよね。ただ、60.3で非常に高くてですね、えーとまあ、2対になるんですね、あの3着の中では。うん、でグラン・アレグリアですら60.1だったっていうことがね実はあったりするんですよ。で、前走じゃハイ、朝日杯で2着だったらの次走ですね。 のレーティングとか見るとですね、えー、っと、そうですね、えー、今ちょっとね、見ながら喋ってるんですけど、じゃあエアスピネルとか60.2ですからね、湘南アーチブとかも。そうで、60.3って結構高い数値にはなるんですよね。で、これが休み明け度も引かれてると考えると、もしかしたらすごく高い数値っていう風に見てもいいのかな、評価できる数値っていう風に見てもいいのかなっていうふうに思いますね。まあもちろん、あの、 まあ予定通りなんでしょうけど、ここにああのまあ、あぶっつけてくるっていう、うん、で、まあ、距離の不安とかもあったりしますけども、人気がなければ僕は、うん、買いだなぁとは思っていますし、まあ、人気は、うん、控えめにはなるんじゃないのかなぁと、うん、思いますね。やっぱり、そうですね、人気考えるとね、まあ そうですよエ、ね、フ、まあ、フォーリアとか、ダノザキとか人気になるんだろうなと思いますからね、ディープモンスターとか、そうなってくると、うん、いいいいな一番買いやすいところに、ね、オッズ的に言ったら一番買いやすいぐらいのところにうーんそうです、ね、僕買いたい馬が来るかなと思っているので、ちょっとやっぱその辺の単勝中心になるかなと思います。ただもちろんね、こ,こから、 もう一回ね中山の芝、えー、2000m の調教の,、まあ長距離のね、傾向であったりとか、まあ、クッション地いつものやつですねあれを加えた時に、まあ、ど,こをどこに重きを置くかっていうねどこに大きく張っていくかっていうところは当然見当、えー、が、ね、また変わってくると思うんですけど現時点この画面今回の動画の中で言ったらまあそういうような、えー、ところに注目をしたいなと思っていますし、うんまあ、1つでも何かあと、うん、クッション地か コースのの傾傾向、傾向、状況引っかかかれば迷わず行こうかなとはい、そんな感じでやってまいりました。今回のちょっと特殊な動画なんで、わ、えー、からない人はわからないと思うんですけれども、まあ,あの、そこはね、うちのチャンネルならではというところなんですけど、まあ、うん、ミノナルバ検術はもう3冊出てるんですけど、前の2冊はね、あのもう多分う、新品は手に入らないんで、ブックオフとかでね、悲しいですけど、 見ていいただければなと思います。あとあの、最新刊というか、ミリオンダラバー検事の3冊目のクワッド A に関しては、多分、え ?2 年前なのか、去年なのか、ちょっとわかんなくなっちゃいましたけど、はい、あのまだあるので、はい、探してみてください。ぜひ。ちょっと高いですけどね、2000円ぐらいするのかな。 そう本って高いんですよね。競馬の本ってね。もっと安く出していただきたいんですけど、なかなかそういうわけにもいかないみたいだったりとかしますし、結構制約が多いんですよね。うん。本当に多いですよ。はい。これもしね、競馬の本出してる人が聞いてたらね、もうもっと言えって思うかもしれないですけど、やっぱね、あのー、競馬の出版する側からしたら、やっぱり簡単なものでみんなができるもので、はい、頭使わなくていいものっていうものを出したがるんですよ。だからワンファクターなんですよね、基本。 だからたくさんのファクター付け加えて、あのー、いいものにしていくっていう研いでいくっていうね刀を研いでいくっていうところをお見せできないのが結構競馬の本の業界だったりするんですよ。そうだからうんそうですね仮にですけどねじゃあミリオンドラバー剣術の中にももっとバッチバチに調教の要素を入れてとか、えー、例えばラップの要素を入れてとか全部混ぜていくっていうと結構ダメなんですよね。 そうなんです受けないんですよそういうものは、うんまあ、競馬の本なんか見てたら分かるじゃないですか前奏ねじゃあ出馬表で前奏3着あ違う前奏3走前までのね着順を全部足して2で割って1.5でかけてとかわけの分かんないことやらしてで、えー、その日がね吉日大案だったら偶数のとこに2を足そうみたいな、まあ、極論言ったらそんな本もあるじゃないですかでもそれってやってる感も出るしえー、っと ななんだろうなやってる感も出るし誰がやっても同じになるし簡単な足し算引き算割り算掛け算でできるからなんかや、あのー、読んでる人の結構満足度が高かったりするわけじゃないですかしかもそういうねその手の本結構多いんですよその着順を足してとか引いてとか。だけど前奏の着順とか、あのー、タイムとかね着差とかを。 計算してって、横で比較したら、それは当たるんですよね。それ人気どころによるから。そう、だからなんか当たってる感もあるし、作業してる感もあるしっていうことで、そういうのが受けるんですけど、まあさすがにそういうのを出すのはちょっとまっぴらごめんなんですよね。そう、なんで僕としてはもう、もうコテコテにデコレーションしたようなものを、うん。 ななんんか本ととしして出して出みたいなと思うんですけど、まあ、そういうのは基本ねあのオッケー、OK、もらえなかったりしますし、まあ、オファーもないんでねそういう、えー、あれなんですけどまあそのうち40代のうちにねあのー、もしオファーしてくれる方がいたら、あのー、出版社さんがあったら出しますし、はい、あとはもう自費で一冊出してみようかなっていうのは思ったことが実は思っていたりしますはいあの制約のない中で書いてみたいなっていう,そうまあ電子書籍で出しちゃえばね そっちの方があの儲かなんですけどやっぱり僕らの年代だとまだね41ですけどあの紙媒体で出したいっていう魅力っていうかなんかそこに思いっていうかねなんかそこに価値観をちょっと求めたりするところがあるとは思うんですけどなのでなんかそうですねもう一冊出すと5冊になるのでトータルうんまあ生きてる間になんか5冊本を出したぞって。 ぐらいのね、あの5冊、うん、いい区切りがいいんで、5冊まで出したいなと思ってるんで、まあ、次ね、あのそんな本が出せるかどうか分かりませんけど、もしね、出した出すことがあったら、ぜひ皆さん買ってくださいという感じになります、はい。再現するのにも金かかるような内容にはなると思いますけど、でも、あっちこっちからデータ集めてこなきゃいけないみたいな。ただ、そんぐらいやってもいいのかなっていうふうにはね、ちょっと思ったりしています。はい、なんかそういうい、うん なんだろう、あのーまあ、万人受けするものがやりたいんだったら、YouTube のね、僕がやってる形も変わってきますからね、はい、こんなような内容を配信することは絶対にないので、うん、なんだろう、うーんだから100人ぐらいの人に刺さればいいやっていうものを、なんか、最後に1個出してみたいなっていうふうに思ってたりするんですけど、まあ、そんなことは置いといてね、皐月賞へ向けてですね、まあ、今回の動画、まあ、あのー、 皆さんがね、今週1週間、多分楽しみにワクワク予想していくと思うんですけど、まあ、その中でね、なんかあの皆さんの予想の、あのーで、重要にしているファクターの1位、2位、3位じゃなくて、4位、5位ぐらいにね、こういう内容を入れてもらって、なんかちょっと予想を楽しんでもらえたら嬉しいなと思っておりますし、うんまあ、僕自身の予想はね、また週末に上げようと思ってます。はいえー、っと そうですね高松の宮と大阪杯といい感じできて桜花賞でガクッという感じだったんでまあ、うんまあ、もちろん全部当てる気っていうのは、ねまあ、当,て当てたいなと思ってますけど的、まあ、中率が上がれば上がるほど回収率って基本下がるので、はい、あのその辺のバランスはあのもちろんあるんで僕の中に一つルールとしてあるので、まあ、外れてそんなにあのガクッとは思わないんですけど。 桜花賞のねあの動画だけ見てそこ乗って外れたっていう方もいらっしゃると思いますんで、はい、なんで皐月賞はなるべくあの巻き返したいのと思いながらただ、あのー、おそらく1番人気2番人気に印打ってそこから3等4等5等6等のと8等9等って印打っていくようなことは絶対にしないので、はい、あの基本的には単勝2点までぐらいと、うん、おまけで生まれん生またんぐらいの買い目でね。 まとめたものを週末出したいと思ってますので、ぜひね、チャンネル登録してお待ちいただければ嬉しいなと思っております。ということで、なんか今日ね、ちょっと息,息継ぎのね、仕方を忘れて、なんかすごく息切れするんですよ。うん。太りすぎたかな。まあいいや。えそんな感じであの、竹内でした。さよなら。